い、ということでおはようございます。あやまいチャンネルのもえぴです。無事起きて一番くじ買いに行ってきました。めっちゃ混んでた。お母さんも行ったんですけど、なので1人5個までだったんですけど10個行けました。でまず一番くじの絵柄が超可愛くって、結構混んでたからバーって引いちゃったんですけど、こんな感じ。あ、めっちゃパジャマ、許してください。赤座 M さん、かなおちゃん、みちろう、あ、宣言、しのぶさん、さねみ、いぐろさん、むざん、原野ですの10枚ですね。でこれダブルチャンスキャンペーンって言って、引き終わった後もラストワン賞が当たるチャンスで、ナンバーが書いてるのでここから応募できるみたいです。まずキュンキャララバーストラップ、これ全20種類ですね。これ3つ当たったので開けていきます。せーの、無残、はい、無残でした。1個目は2個目いきます。購入してそのまま帰ってきてそのまま撮ってます。現在7時半ぐらいです。2個目いきます。せーので、善逸、善逸だ、かわいい顔。私今回善逸運がすごいです。はい、こんな感じで、めっちゃ顔かわいい、泣いてる。3つ目、せーので、お、赤座、すごい、赤座だ、上限の3って書いてる、かわいい。はい、こんな感じです。次、メタリックアートパネル、これ2つあるのでまず1個目開けたいと思います。いきます、せーので、あ、すごい、これ欲しかったやつ、煉獄さんと炭治郎のやつ、めっちゃ光る。はい、こんな感じです。陽気で、裏がひょうたん割るところだ、これ。はい、めっちゃいい。1枚目これですね。はい、しかも結構でかいから飾ってもめちゃめちゃいいと思います。で、これなんか下敷きになるって書いてました。はい、2個目いきます。これ全10種類あるみたいです。せーので、次タオル、タオルがね2個当たりました。で、私欲しかったこの柱の集合の、じゃん、で思ってたよりちっちゃかった。え、めっちゃいい、これタオル2個目はじゃんじゃん、善逸です。じゃん、善逸当たってですね。善逸の顔が超かわいい、かわいい。一番くじってさ、引くときが楽しくないね、何が当たっても楽しんで。次がもう3つしかないんですけど、まずせーの、じゃん、善逸。昨日クラブハウスしながら姉と語ってて、何欲しいみたいな話になって、善逸、善逸みたいな話になったんよ。でさ、で10回引いたんやけどさ、せーの、善逸2個でした。
そしてそして最後になるんですけど、じゃーん、しのぶさん、しのぶさん当たりました。めっちゃ嬉しかった。これは開けようかな。おお、待ってるね。待ってます。え、なんか割と引き良かったんじゃないかなと思います。はい、ということで私はこんな感じだったんですけど、後半はあやみも引いたみたいなのでぜひ見てください。ということで、あやみお願いします。おやすみなさい。はい、あやみです。一番くじあるかちょっと見てみたいと思います。行きます。開封したいと思います。バイバイ。メタリックアートパネル H 賞が3つと、ラバストが1個と、フィギュア、リュウさんに当たりました。はーい。問題なのでこれから開けます。20種類はきついよね。開けます。せーので、赤座来た。赤座、赤座が来ました。ニヤカザです。はい、次、はい、じゃあ H 賞を開けます。1枚目、せーの、全然出ませんね。善逸と伊之助のやつ、これすごいメタリック、しかも裏側めっちゃかっこいい。海賊の匂わせがすごいかっこいい。はい、2枚目、せーの、かぶった。かぶりました。はい、ラスト、せーの、めっちゃ硬いんだけど。はい、裏側が最高ですね。素晴らしい。はい、じゃあ最後、フィギュア、富岡さん、いいね、かっこいい、この角度かっこいい。はい、鬼滅の一番くじマジで当たらない、私当たんないから初めてフィギュアを引きました。はい、以上です。はい、ということで今日は鬼滅の刃の一番くじ紹介しました。もう一匹と別々に引いたんですけど、違うフィギュアが当たって紹介できてよかったなと思います。また春頃に
鬼滅の刃の一番くじ決まってるので、それも紹介できればなと思います。なのでチャンネル登録もお願いします。はい、じゃあ今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。